いきます。はい、え、はい、どうも、マスキルです。はい、どうも、マスキルです。はい、どうも、マスキルです。あ、じゃあ、待って、ウルトラマンで今日もどこかでウルトラバトル。はい、ということでね、今回はですね、ギター作りをしていこうかなと思うんですけど、僕たち、いつもね、ギター作り考えるとき、Amazon を見るんですよね。Amazon でいいもんないかなと思ってね、見てるわけですよ。そしたらね、すごい面白いものが見つかってね。の、ただ、でも一つ言うならば、うん、サムネ詐欺にあった。そう、俺その買うこの画像見てないけど、届いた商品だけ今見たんよ。クソやな、悲しみのファスキュー TV から荷物届いたのっていうレベルやった。そう、逆輸入みたいなことやったから。値段が何倍だっけ。1300円。1300円、まあ、そ, そらそうなるでしょ。そもう見してきたいこんにちは。親戚のお父さん。ちょっと一回皆さんにもね、見てもらいましょう。こちらになります。これ何、これ、もう完全にこれ俺らがいつもホームセンターで買ってる木やん、これ。ちょっとね、説明書があるんでね、ちょっと一旦ちょっと皆さんで見てみましょうか。手作りメタルキット。このね、手作りメタルキットのね、説明書みたいな、あのイラストが書いてるんですけど、ちょっと見てほしいんですよね。ここ見てもらったらね、ちょっとあれに似てません？そうなんですよね、この形トンボに似てません？わー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 んぼ。ということでね、まあ、とりあえず今日はね、Amazon で買った手作りキット、三味線の、うんうん、をギターにしていくわけやな、ピックアップとかつけて。そうなんですけど、写真見て、これ、はい、うそこきんだね。それを買ったら、これが届いた。うん、いや、ほな、もうペイントはもう自力やな、そういうことやな、そこら辺も俺らにかかってるかもしれへん。まあ、ゼブラ柄にしよう。じゃあ、タイトルコールいきましょうかね。行こうか。うん、おっしゃ、タイトルコール行きましょう。むずいなぁ。この、なんだこれ。手作り三味線キット。せーの、ファスキルクッキング。はい、ちゅうことでね、この三味線かなんかわかんないですけど、この木をね、とりあえず出してみましょうかね。これなんだ、なんか積み木入ってんね。何これ、割り箸のかけら入ってる。割り箸のかけらは、あ、これブリッジらしい。ブリッジ、うわ、ジ俺らとやってること一緒やん。え、ちょっと待ってください、このこれを出してるね、クラフテリオさん、うん、え、もしかして僕たちのチャンネル見てます？え、クラフテリオさん、ちょっと DM ください。もし俺らのあれを見て出してるやとしたら、うん、ちょっと一緒になんかやりません？ということで、これが 上版、うん、やから、ここにピックアップ入れなあかんな。そうやな、じゃあマーキングやな。うん、あとピックアップが完成してなかったので、俺らでこっちピックアップのザフリやっとくし、俺が作ろうか。うん、配線しといてもらっていい？任してくれ。はいはい、はい、ということでね、あのザグリができましたので、あのザグっていきます。ちょっとマイクテストするわ。完璧やな。俺らさ、超有名アーティスト、ほんまに。もし俺らが、まあないと思うけど有名にやったとしたら、うん、めっちゃ怒られると思う。その時は金属バンドの立ち向かおう。3人いれば誰かは生き残る。おおトンボトンボトンボ
もともわブリッジとボリュームの穴開けていきます。よし、オッケー。それつけてみる。ラッキー一回つけよっか。うん、押さえろ押さえろ。ギリギリや。あー、5ギガが5ギガ餅詰まっとうやん。いける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 。よし、しげたな。はい、ちゅうことでね、うん、スパイダーマンしていきまーす。はい、せーの、スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったの、スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったの、スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったの、スパイダーマン、どこに行ったの、スパイダーマン。オッケー、音は祈ろ。あ、カッコがいい。はい、ということでね、ピックアップとボリュームとジャックがつけれました。ましたね。今回貼るのが金属の弦なわけだよね。あ、金属の弦ってことは、はい、このネックの部分をしょうもないあれで止めてしまうとベキっていっちゃうのよね。接着剤がしょうもなかったら。そう、じゃあ瞬間接着剤でつけて上から釘とか。ケンケンオブケンケン。よし、どうよ、素晴らしい。あと何、ペグ刺し先やっとくか。ペグ穴開けましょうか。うん、はい、おーいなんかでもできてきたかな。あとはここをつけるだけ。やっぱつけんでいいかな。つけんでいいよ。つけよう。でもやっぱり三味線つってるから。そうやな。ね、僕らね、動画にはしてないんですけど最近は、うん、こうやって作ったギターをオークションで売るようにしてるんですよ。僕ら音源も配れないんで、音源配る兼ねて、うん、やってるんですけど、なんかね、最近オークションが荒らされてきてお前舐めとるよな。落札したけど連絡もお子さんと買わへんみたいな、うん、しかも安い値段やったらいいんやけど、めちゃくちゃレート上げて意味わからんことしおるからな。お前ふざけんなよ、ほんま。クソぞ。何だっけ、 T シャツギターやったっけ。 あれ2万ぐらいまでいったけど、結局買ったやつは連絡よこさず何も音沙汰なしって感じやな。そう、なんかほんまに欲しい人がもらえへんっていうのが、うん、最悪よな。分からん、それ以前に俺はそいつをただただ殺した。全然関係ないやん。そんな直接言ってきたんやんな。いや言えへんからな。陰気やでな、仕方ねえ、度胸もない。ちょっと2年ぎてるけねっていうな。2年ぎて面白いやろって思ってる。キモいね、陰気やしんどげかす。うわ、え、完成。うわあの笑顔8円、この笑顔9000円、あの笑顔80ドル。せーの、完成。すげえぞ。これすごいな。完成度は確かにいい。ただ、三味線かって言われたらではない。はい、ということで完成しました。ヘッドからいきましょうか。なんやろな、どう見てもギターなんやな、ただの。どうしてもな。まあ、もう全体見せますわ。三味線キット買ったんですけど、うん、もうギターなんですよね、ただの。そうやな。音聞いてほしい、ちょっと。お、ギターやん。エレキギター。思想行こうか。思想行きましょうか。思想行こう。うん、じゃあジャンプするわ。ジャンプ、あ、する。しろやるわ。いいね、頼ます。せーの、ボーン。はい、ということで、おはようございます。ちょっとね、服が変わってるんですけどね、うん、昨日ね、作る動画を撮ったわけですけども、うん、僕ね、相棒忘れまして、家に、はい、で、取りに帰るのめんどくさいから、はい、次の日にしようということで、は
一日が経ちましたね。はい、ついになりました、はい、まあでもこのおはようございます。君の前前前世から僕はなんでそんな元気やねんギターも寝かされたってことでね。そうだね、そうだな、あれ発酵させました。君の前前前世から僕はでもさ、うん、やっぱギターってさ、ヴィンテージみたいなことあるやん。ある、寝かせれば寝かせるほどいい音が出るやんか。そうなんですよ、ね、ってことは、うん、1日経ったこいつは昨日よりいい音が出るってことだ。そういうことになりますね無理やんね。パン生地と一緒ですということでね、はい、発酵したパン生地にね、これシールドさせていきたいと思います、うん、あれ、あ、そうですそうですそうです。それなんかあったよね、やり方が。そこに手入れて、ここに指突っ込んでから入れると、やばなってくるじゃあとりあえずチューニングからいきましょうか。そうそう、お、いいいいいいよいいよ。チューニング何にしようかな。今回何にします。ドロップ A に行っとくわ。意味わからんな、もうドロップとかいう日本語ちょっとね、ドロップ A のねチューニングがわからないんでね、適当できます、はい、早速音鳴らそう。鳴らしましょうか、うん。いきます、はい、え？え？後ろ繋がってない？後ろ繋がってない。おーわ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 ー、繋がった、繋がりました。繋がった、ちょっとね、りょうすけらせんね、ちょっとなんでやねん、お前。おーわ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 ー、しんど、汗かいてきたわ。いきます、はい、お願いします。はい、3 2 1。おお、すごいな、いい感じよ、うん、なんかほんまギターやんギターやけど、カメラ越しで見てるとロック三味線って感じ。かっこいい、うん、マジすごい歪むな、うん前ね、フレットレスでそれいけるすごいでもあれやな、やっぱこのアンプにつなげてしまうとやっぱりギターっぽい音になってしまうね。そうな、これで弾いてみてよ。と、あ、いくで、見た目は三味線